ました。あ。Croydon Aerodrome presented an almost oriental appearance when crowds waited for the arrival of the two Japanese airmen, flying their plane the Divine Wind from Tokyo at record-breaking speed. Japan on Monday, Britain on Friday was their amazing achievement. The flight of nearly 10,000 miles was accomplished in 3 days, 22 hours, 18 minutes, with an average speed of well over 200 miles an hour. The crowd surged forward as the plane taxied slowly to a standstill. カニカゼ号はこの瞬間に東京ロンドン間1万5357キロを94時間17分56秒の世界新記録でその飛行を終えた。給油および整備、そして休憩時間を引いた実際の飛行時間は51時間19分23秒の大記録である。この時若干25歳の飯沼正明は報道陣の向けたマイクに向かって I am glad to be here と叫んだという。塚越健二の母親のエミリー・セラーはついに飛行場に姿を現すことはなく、塚越が願った母と子の対面は実現しなかった。神風新記録なるの方に日本国内は沸きに沸きました。日本中が大騒ぎであった。大阪では路線の工場が一斉にサイレンを吹き鳴らし、東海道線を走る寝台車では列車ボーイが神風号ロンドン到着と叫んで、乗客が一斉に万歳を三唱したという。神風は全く戦友と信用により声ついたものと思います。今日もロンドンは雨が降っておりまして、霧が差し込めております。鹿児島であります。パリロンドンの目標は何と言っているか言葉に4月16日午前10時30分、ヨーロッパ親善旅行のためベルギーへ飛来した神風号から飯沼と塚越が降り立つと、清掃したスワネジコとクルステルが2人に花束を捧げた。それは美貌なる昭和の幕開けを演じた文化と美術の、いや冒険野郎との出会いの一瞬でもあった。
そして5月20日、17歳のスワネジコはベルギーエリザベス皇太后の御前で見事な演奏を披露した。だが神風号が新記録を樹立したわずか3ヶ月後の昭和12年7月7日、日中戦争が勃発。飯沼と塚越は報道陣として連絡飛行に従事した。昭和13年、スワネジコはパリへ移住し、カメンスキーに師事し、翌年ショパン堂でリサイタルを開き絶賛された。昭和16年12月8日、太平洋戦争が勃発。その3日後、飯沼飛行士は思い出深いプノンペン飛行場において、日本の軍用機のプロペラに巻き込まれて不慮の事故死を遂げた。その時飯沼正明は29歳の若さであった。昭和17年以降、スワネジコはドイツ、オーストリア、スイスを中心に演奏活動を続け、称賛を浴びていた。昭和18年7月7日、塚越機関士は陸軍の最新鋭機 A26 に搭乗し、軍事連絡飛行のためシンガポールよりベルリンへ向かったが、インド洋で消息を絶ち、そのまま行方不明となった。その時塚越健二は41歳、最愛の妻と子供4人が後に残された。その後もスワネジコは戦火を逃れてヨーロッパ各地を演奏活動し、昭和20年ザルツブルグでアメリカ軍に捕らえられ、アメリカで抑留生活を送りながら慰安演奏会を続け、昭和20年12月7日祖国日本へ帰国。そして戦後荒廃した日本にあって、ネジコは実に精力的に演奏活動を開始した。ネジコの演奏する音楽会はどこも満員だった。ヨーロッパの正統派を組む音楽を身につけて帰ってきた25歳のネジコは、もはやかつて天才少女ともてはやされただけのネジコではなかった。名器ストラディバリウスの奏でるその音色が、戦争によって打ちひしがれた多くの人々に与えた影響は計り知れない。神風号の2人の若い飛行家とバイオリンの天才少女を通じまして、昭和が青春の輝きを放ってた時代が蘇ってきたという感銘を受けたんですが、
福田さん、この神風号をお書きになろうと思われた動機は何なんでしょうか。羽田へ迎えに行ったんですね、神風号を。ちょうど日のつく豪雨だったんですけれども、その時の印象が非常に強烈でありましてね、ずっと胸の底に残っておりまして、それをやっと書いたというような具合なんですね。そうですか。まあ、神風号は東京ロンドンを94時間かかっていったわけですけども、朝日新聞は来年の春早々に新聞を 0.3 秒で東京からロンドンに送ってしまうと、そういう準備を進めてるんですが、これは朝日新聞の国際衛星版といいまして、朝刊と夕刊合わせて24ページの新聞をコンピューターから衛星通じてロンドンに送るということでして、東京と同じ日付でロンドンだけでなくてヨーロッパの主要な都市に朝日新聞が届けられるんですね。それはすごいですね。今まで1日遅れておりましたですからね。早くなるし、航続量も現在の航空便で送ってるものに比べると半分近くらいに安くなると、こういうことです。なるほど。画期的ですね。まあ、新聞というのは日本の新聞は奪い合いでございますからね。そういうのは本当に画期的なことだと思います。今日はどうもありがとうございました。失礼しました。昭和12年、朝日新聞社の神風号は男のロマンをかけて東京ロンドン間を飛んだ。そして今、通信衛星を使って飛ぶ朝日新聞国際衛星版。その日の朝日新聞がヨーロッパ各地でその日のうちに読めます。日本の情報をいち早く世界へ。朝日新聞。